J-WAVE ラジオドーナツ、ここからの時間は東京東京フェスティバルクリエイティブファイル、東京を彩るさまざまな文化プログラムの中からラジドリスナーの好奇心をくすぐるイベント展覧会などをご紹介していきます。今週は誰もが音楽の楽しさを体感表現発信できる音楽祭、9月に開催されます東京メットサラダミュージックフェスティバル2020、通称サラダ音楽祭に注目します。東京都交響楽団の立岡呉也さんと電話がつながっています。立岡さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。立岡さんはね、一度ね、以前にもね、はい、ご登場はいただいているんですが、はい、久しぶりでございます、はい、今日はですね、2018年にスタートして今年で3回目となるというサラダ音楽祭、はい、こちらのご紹介をいただくわけですが、はい、まずはこのサラダのね、ちょっと意味も含めて音楽祭の趣旨を教えていただけますでしょうか。そうですね、サラダっていうのは、まあ、頭文字を取った造語なんですけども、はい、シングの S とリスンの L、うん、それからダンスの D っていうのを、つなげて、まあ、サラダということでシング&リスン&ダンスで歌う、はいはい、聴く、踊るみたいなことをコンセプトにしてまして、はいはい、それで、まあ、東京都と東京都交響楽団が、まあ、あのメイン会場となる東京芸術劇場さんと、あと豊島区さんと連携して、まあ、赤ちゃんから大人まで皆さんが楽しめるようなオーケストラコンサートとか、ワークショップなど、まあ、いろいろなこうサラダのようにフレッシュで多彩なプログラムを、まあ、あの展開する音楽祭になっています。はい、はい、で今年はメインプログラムが9月3日から6日まで東京芸術劇場と、はい、まあ、池袋エリアで行われるということですね。はい、ね、はい、今回のメインプログラム、こう内容そして見どころを教えていただけますか。はい、今回はあの去年、まあ、その前、第1回目の時から大変好評いただいているあの赤ちゃんから入れる、まあ、何でも OK なOK オーケストラという、まあ、あの主に子どもたちに向けたコンサートを開催します。はい、で実はまあ東京都交響楽団、普段からあの学校での音楽教室とか、その子どもたちとの、その触れ合いというか交流をすごく重視しているオーケストラでして、まあ、この春休み期間中も、まあ、あのご自宅であの長時間その過ごしている子どもたちにオーケストラを楽しんでもらおうということで、東京からの春休みの贈り物っていう YouTube をアップしたりしてますので、まあ、そんなものもちょっと見ていただけるとあの楽しいかなと思うんですけど、うん、なんかそれを、まあ、実際にコンサート会場でそのお母さんもお父さんも子どもたちも一緒に楽しんでもらえるようなオーケストラ公演を一つ用意してます。はい、それが、まあ、ありまして、あとはその新潟の、ノイズムという、まあ、ダンス好きの方々はノイズムっていう風になると思うんですけども、うん、正式にはノイズムカンパニー新潟っていうお名前に、まあ、最近なられて、あの演出振付家の金森城さんが率いられてる、はい、まあ、すごくストイックなこうなんでしょう、芸術性の高いダンスをされるカンパニーなんですけども、まあ、その金森さん率いるノイズムの皆さんと都京とあの指揮者の大野和志のコラボレーションということで、うん、あのストラヴィンスキーの春の祭典を上演するのが、まあ、メインコンサートとしてございます。うん、はい、はい、年齢もそうですけど、まあ、いろんなこう入り方ができる、そうですね、うん、あのようになってますね。はい、うん、ね、でまあ、それだけじゃなくて、なんか実は今までコンサートホールでの公演が多かったんですけども、あの芸術劇場にはそのプレイハウスっていう、まあ、主にそのダンスとか演劇をメインにするような、中くらいの劇場があるんですけども、そちらで、日本人として、まあ、今すごく海外で活躍されている藤倉大さんっていう作曲家がいらっしゃるんですけども、はい、もうその方のソラリスというオペラ作品を音楽祭の初 の、 そのプレイハウス公演ということで催しを計画してます。はい、はい、あとはなんか赤ちゃんたちのっていうところのアプローチで、もう一つ去年も大変その好評いただいたブルベリーっていうちょっと変わった名前なんですけども、赤ちゃんのために作られたオペラみたいなことも小さい劇場で行ったりしますので、これ面白いですよね。赤ちゃん今ちょっとあんま想像ができないんですけど。そうですよね、でも赤ちゃんがなんかやっぱりこういい反応をするようなオペラということなんですよね。なんかその赤ちゃんはもう自由に過ごしてもらえればみたいな感じで、もうなんかそのお客さんと演者のその垣根がない感じなんですけど、まあオペラの作品として
なってるような感じで、そのウェブサイトの方に去年の写真とかも載ってると思うので、はい、ちょっとなんか拝見していただけると想像ができるかもしれないなと思っております。はい、はい、その他、ワークショップも行われるんですよね。そうですね、はい、ヤマハさんと去年コラボレーションして開発した指揮者になった気持ちになれるバーチャル指揮体験っていう、まあ、本当に徒競のメンバーの映像を使って、私もちょっと実際体験したんですけど、すごくリアリティあふれるそういう装置が体験できるものだったりとか、楽器を実際に生の楽器を触って、見る体験とか作ってみる体験みたいな、結構こう体験できるワークショップがたくさんございますので、はい、はい、いや個人的な話なんですけど、はい、前もちょっとここでも紹介したんですけど、はい、私今徒競の音楽監督の大野和志さんは、はい、高校の同学年なんですよ。湘南高校で。そうなんです。よくご存知でございます。クラスは違うんです。クラスは違うんですけど、そうです、学年が一緒だったんで、はいはい、やっぱこうね、同世代の、ね、大野くんが活躍してるのは大変にもう頼もしいなと思っております。はい。タスクさんも赤ちゃんとして参加するのはいかがですか？なるほど。そっちか。はい。そうだね。それちょっと考えてみた方がいいかもしれない。赤ちゃんって言っても0歳児から OK っていうことですよね。そうですね、だから OK オーケストラの方もみんなこう泣きたい子は泣いてもいいんだよって、踊りたい子は踊ってもいいしっていう風に本当に自由に過ごしてもらうことで、赤ちゃんたちも楽しいし、いつもなんかそれをすごく気にして生活してるその親御さんたちも、そこの時は解放されてもう音楽を楽しむっていう場になってて、去年ももう2回とも満員御礼で大好評だったので、はいはい、いや今日ありがとうございました。ありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございます。ということで今日ご紹介しました、9月3日から6日の4日間で開催されますサラダ音楽祭メインプログラム、チケットは5月中旬より順次発売予定となっております。詳しくはサラダ音楽祭の公式サイトをご覧ください。はい、今日は東京都交響楽団の立岡呉也さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。